はい、こんにちは。こんにちは。はい、河合俊一さん、ご無沙汰してます。バレエ協会の会長になったということで。 ありがとうございます、ね、これは何、おめでとうなの？まあ、一般的にはそう言われますけど、僕はなろうと思ってなかったですから。責任が重いからね。責任重いし、うん、まあ、YouTube もやってるということで。やってます。これは会長になっても続けられる、まあ、あんまり中身のことは言えないんですよ、うん、そんなに。まあまあ、それはもちろん。だけど僕これ始めたのがダイエットなんです。20年ぐらいダイエットダイエットって言ってて、もう全然進まなくて、これ誰かに見てもらわないと痩せられないなと思ってスタートしたんですよ。多分ね、興味ないと思う。はい興味ないと思いますよ。だけど痩せてどうすんの？ちょっと待って、現役の時は何キロ太ったの最大で？僕現役の時85キロ、ダイエットし始めた時106キロですから21キロオーバー。それをよしやってやろうと思う。まず体重を落とす。いつからやってる？去年の春ぐらいですかね。で、今何キロ？一時期106から97までですよ。で、バレエ協会の会長になってまず運動できない。まあ多分ね、言い訳しだすんだよ、ね、そう、言い訳し会長になった運動できないとか。そう、運動もうそれはね、絶対できないわ。それでちょっとジャンプで、あと怖いじゃないですか、アキレス腱。しかし三宅さん知ってます？アナウンサーの。あ、知ってますよ。三宅さんって昔女子バレー対メディアチーム、メディアチームがパンと打ったらなんか決まったんですよ。スパイクやったーと喜んでバーンって開けすぎたんですけど、あります？いやいや、喜んで開けすぎた。まあ、なんかの拍子にね切れるから。そう、だからそういうの聞くと、これ変にジャンプしたら、まあ怖いよ、やめといた方がいいよ。そうね。いや、本当に。ということで、私の YouTube の痩せる企画は、本日をもって中止と。いや、ちょっと中止にしといた方がいいよ。本当に。休憩ね、休憩。これね、さっき言ったけど、会長になって動けないって、それ言い訳だって言うけど、動く気にならないよ。頭が重くて。そうです。やっぱ強くもしなきゃいけないでしょ。強くするのはもう強化に任せるってとか、そういうことです。もう強化、もういい監督を呼んできて、いい指導者。まあ、強く、なった方がそれは当たり前なんですけど、僕どっち？違う、俺は子供の頃ミュンヘンオリンピックで金メダルを取った、はい、そのアニメが、アニメっていうかね、一人一人の紹介がアニメで紹介されてた、はい、選手のね、一人一人ね。そう、はい、あの世代だから、はい、あの雪が降る中、はい、電車が止まって、はい、それ歩いて線路沿いを歩いて練習場にその世代ですよ、ね、いや、その世代だから、それで金メダルを取ってるから、はい、弱いと腹が立つんだよね。あのですね、下手くそとか言うわけじゃないんですよ。バレーボールってご存知、身長がでかければでかいほど同じ動きしたらもう圧倒的有利なんですよ。もうそれはもちろんそう。ネットがあって、うん、そこ一つのルールだけ変えるだけで、日本が男女とも金取れる可能性あるんですよ。一つのルールだけ。何？階級別。そんな階級別って。いやいや、だって、まあ、柔道とかレスリングとかボクシングって何キロか大きいんですよ。バレーボールなんか平均身長3センチ違ったり全然違ってくるのに、世界と10センチから15センチ違うんですよ、平均身長。3センチで全然違う。あ、でも全然違う。人から言うと何が違うの？3センチ、まず手の長さが変わってくるじゃないですか。せーのでジャンプしたら向こうの方が上から、上からボンボン取れちゃうんですよ。でもさ、俺はあのミュンヘンオリンピックの時にね、一人時間差とか、はい、ああいうのを日本が生み出して、はい、そういう発想って今できないの？新たにこうやできないの？もうないの？もう厳しいでしょうね。あと、もうやるとしたらないですね。もう出尽くしてます、ほとんど。本当にないの？なんかいろんなもの出てきたんですけど、もうなかなかないですね。例えばブロック飛ぶじゃない、はい、その時に3枚ブロックっていうか、はい、それを2人が1人を横にしてあげるとか。あ、ダメです。それダメなの？人の力使ってあげちゃいけないです。あ、そうなんだ。それもあったら、そんなんあったらやってますよ。やってるかね。やってる。本当に絶対やってますよ。本当にやる。横のやつこうやって本当に絶対やる。それ OK だったら。あ、そう。もう靴もね、中にスプリング入れちゃいけないとかね、みんなバーン飛び出しちゃいけないとか、いろんなのがあって、例えば女子バレー190センチ、女子バレーですよ、190センチ以下級ってなったら簡単に決めた。なんでかって190センチの日本人の女子選手がいないから。世界のエースって193から2メーターちょ女子でも、こっちブロックするの昔竹下っていう159センチが2メーターにブロックするんですよ。絶対無理ですよ。あ、そうなの？
いやもう世界のエースって110、僕ぐらいですよ、大体女子のエースの世界の、うん、2階級無差別級と190センチ一角形にした瞬間に一角形はもう完全に切るんですよ。簡単に吉田沙保里さん一番上の階級じゃないじゃないですか。1個下だけどもあんなに勝ってたらスイーって言われるんだから別にそれでもいいと思うんですよ。それはね、提案してんの。じゃあバレーボールワールドっていうそういう運営するところはトップが来たんですよ。その時に2つ提案しました。まずね、階級別そうすると2大会あるから結構試合が多くなるからちょっと大変じゃないですか。じゃあこうしましょう。例えば男子だったらリベロってレシーブ専門、リベロ以外の選手でコートの中に入ってる選手の男子のね6人の全ての身長の輪足したやつが11メートル70センチにしますか。それどういうことかというと全員2メートルだと12メーターなんですよ。でも11メーター70センチにすると全員2メーター3人193人なんですよ。で2メーター10入れちゃうと180入れる、まあ、簡単に言うと。そうするとまあまあ日本の平均身長くらいになってくるんですよ。じゃあチャンスは出んの。全然出ますよ。だってうまさ変わんないですよ。でもその日本の協会は世界に対しての権力っていうのは結構強いものがないです。ダメじゃん。じゃあ全然本当に僕が会長になった時に3つちょっとやんなきゃいけないことがあって1つは財政の回復で、ね、回復で、まあ、赤字だったの黒字にしなくてもいいから赤字回復、あとは透明性の担保かな、なんか不透明な、ね、感じがするじゃないですか、ね、3つ目が国際力、海外とガンガン交渉して今はルールは作ったもん勝ちなんですよ、やっぱね。まあまあそれはそうだね。で世界中がでかいやつが有利なルールを作ってるんですよ。今もういろんなルールででかいやつがいるじゃんみたいなルールがいっぱいあるんですよ。ここを変えるにはもう世界とまともに交渉できる人を作るか雇うか、世界に顔を聞いてる人とか誰います。世界に顔を聞いてる人、外国人でもいいですよ。サマランチとかでもいいですよ。サマランチは日本バレーボール協会の国際部にして、バルブ協会はちょっとあのルール変えなさいと、全部の輪が11枚では70センチしなさいみたいな、そういう。いや、そうだったら本当に勝負になるんだ。なりますよ。じゃあもうやる前から、例えばロシアが出てきた、はい、まあ、平均身長2メートルいくつ、はい、もうこれ絶対勝てねえよって。絶対じゃないんですけど、ものすごく勝ちづらいです。なんでかというと、でかいやつが有利なスポーツ。うまいこと言うね、会長だから。いやもう有利だとか。分かんないですよ、僕らみたいに。あの南米遠征行ったら、南米遠征行ったら試合当日レギュラーだけちょっと腹下すとか、何しやがった思い出しっていうね。でも海外に出たら向こうの料理は食うなって言われてて、俺らもだからあのシェフ連れてくる。金あるな。いや何か、いや金はあるでしょ。それあるでしょ。野球で金ないって言ったらね、まあ、ほとんどのスポーツ終わりですよ。